皆さん、新年明けましておめでとうございます。昨年は大変皆の方にお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、昨年の年末に、このカターレ茶山の新監督に宇木哲郎氏の推しについてご案内をいたしました。本日はご本人出席のもとで、このように監督辞任の記者会見を執り行うことになりました。宇木監督のこれまでのご経歴等につきましては、後ほど黒部教科部長の方から皆さんの下にご説明をさせていただきたいと思いますが、宇木氏におかれましては、ぜひともこの選手たち、これの能力を最大限に引き出し成長させていただきますとともに、我々が課題といたしておりました接戦の中でもしっかりと勝ち切ることの決定力と、そしてまた勝利へ向かうこの勝負強さ、メンタル面での勝負強さ、これを兼ね揃えたチームに作り上げていただきまして、2017シーズンこそはこの勝負でのこの勝つことへのこの強いこだわりを持って全力で戦い、カターレ富山をぜひとも J2 昇格をさせていただきたいと、このように思っております。井監督の大変素晴らしい指導力、これをこのカターレ富山で十二分に発揮をしていただきまして、素晴らしい成果を上げられますことを心からご期待申し上げまして、冒頭私からの挨拶とさせていただきます。今日はよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。教科部長の黒部です。今回宇木哲郎さん、今監督を招聘するにあたって、4点クラブ、去年1年教科部長をやらせてもらって、富山というこの町を含めてどういう監督がいいのかというところをゆっくり自分の中でも含めて考えさせてもらって、大きな4つのポイントを重視して監督をチョイスさせていただきました。1つは、クラブの目標の J2 昇格に向けて、強化部含めてクラブが一体となってチャレンジしていただける人間であると、人物であるということが1点。もう一つは、選手の時、指導者両面で J1 であったり J2 の昇格を経験してるっていう、そのプロセスをやっぱり知っている人間であるっていうところ。3点目がチームの若返りっていうところに必要な指導力というところでの、育成からトップまで幅広い指導経験があるというところ。4点目、地方のクラブの事情というところを理解をしていただき、その中でベストを尽くすというところがしていただけるであろうというところ、この4点を重視して、去年1年正直いろんな方と会わせていただいて面接もさせていただいて、その中で一番このカターレ富山というクラブで監督をしていただきたい人だなっていうのを本当に自分の中でも確信しましたので、ぜひ声をかけさせていただきました。もちろん湘南さんとのところでのいろんな兼ね合いもあって、なかなかちょっと発表ができない部分もありましたけども、本当に前向きに考えていただいて時間をかけてチャレンジするっていう言葉をいただきましたし、すごくさんには感謝しております。これからこの1年間本当に監督のもと、監督が本当にチャレンジしたいことをクラブとして全力でサポートしていきたいと思いますし、そのサポートの中に、クラブの求める昇格、サポーターももちろん昇格を求めてます。その中でチーム作りってところも必要にはなってくると思いますし、昇格だけではなく、その1年、本当にまた1年とチームが成長していけるようなクラブ作りってところもクラブと共に歩んでいけたらいいなとは思っています。以上です。皆様、初めまして、2017年
シーズン語れ富山の方で監督をさせていただきます宇木哲郎と申します。本日これだけの方々がお集まりいただけるような本当に、クラブ県で、愛されている、クラブの監督を、してくれないかという話をいただいたときに、非常に、喜びとあと、大きな責任感それから、緊張感に、包まれたということをコメントさせていただきました。で先ほど黒部強化部長からもありました通り、話を進めていく中で、元所属チームとの、関係もありまして、皆様の方に、報告がなかなかできなかったことをこの場をお借りして、お詫び申し上げます。その代わりではないんですけれども、強化部長をはじめ、クラブとは、今までも話を進めてきて、今シーズン非常に自分が思い切ってやりやすい環境という部分を整えていただけたと思っておりますので、これから思い切ったサッカーをしていきたいと思います。で就任の時にコメントでも発表させていただいた通り、もともとこの富山の、持っている選手の持っている可能性それからクラブの持っている可能性というものは、実は僕も選手時代富山にも来ていて、対戦をしていて非常に好印象を実は持ってました。派手さはないんですけれどもすごく真面目で、ひたむきにサッカーする、クラブだなというのを、自分では思っておりまして、ぜひ、そのいい部分は、継承しつつあと、これまでクラブが歩んできた歴史というものをきちんと踏まえて、僕はこのチーム別に破壊しに来たわけではありません。新しいことを、目新しいことを、やりに来たわけでもなく多分、整理整頓をして、シンプルに、相手ゴールを目指して、やっていくアグレッシブなサッカーをやっていきたいと思いますので、ぜひ皆様今シーズン、いい時それから苦しい時たくさんあるとは思いますけれども、最後に県民の皆様それからサポーター、スポンサーの皆様、カターレ富山に関わる皆様が笑顔で終われるように頑張っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。